線路は続くよ、どこまでも。はなちゃん、今日はプラレールの紹介？いやいや、しゅんくん、これは、おいしょ、じゃん、シンカリオンだよ。すごい、新幹線がロボに変形するおもちゃだ。そうそう、新しいアニメが始まるんだ。それがめっちゃいい感じなんだよね。マジ？見たい見たい見たい。しょうがないな、じゃあちょっとだけ映像見せてあげるね。いくよ、うん、どうぞ。よし、行こう。かっこいい人っていうのは優しい人、優しい人っていうのは何かを守れる人のことなの。いい？大勢、あんたは何かを守れるかっこいい人に。姉ちゃん、僕はシンカリオン、チェンジザワールド、チェンジシンカリオン。うわー、めっちゃかっこいい。めっちゃ好みなんだけど。だよね、うん、その名もシンカリオンチェンジザワールド。前のシリーズのシンカリオン Z よりもキャラクターたちも大人っぽくなって、さらにかっこよくなって帰ってきたんだ。うわー、早く始まってほしいな。ワクワクだね。ね、うん、今回はそんな新しいシンカリオンのおもちゃをドドンと紹介していくよ。おお。まずはこれ、シンカリオンチェンジザワールド E5 はやぶさとエルダトレーラー。今回のポイントはこの鉄道関係のビークルとビークル合体するのが特徴なんだ。うおー、新幹線と車両が合体するって夢のコラボって感じだ。それじゃあ早速合体していくよ、うん、エルダビークルをよいしょ分解して、うん、足のパーツをつけて、シールドのパーツもつけて、最後にエフェクトのパーツをつけて、じゃーん、完成。 E5 はやぶさトレーラーフォーム。フォルムが全然変わるね。はやぶさのカラーリングにオレンジが差し色になっててかっこいい。このトレーラーウィングと陸走セイバーも超活かしてるよね。ここでしゅんくんに新キャリアー。この E5 はやぶさトレーラーフォームは真ん中の部分が開いて必殺技を出すんだけど、その必殺技の名前は何でしょう。1番グランクラス、2番グランクロス、3番グランドキャニオン。なるほどね。お、グランクラスって確か新幹線のファーストクラスって呼ばれる車両だよね、うんうん、いや俺乗ったことないから乗ってみたいんだよな。ってことは必殺技じゃなさそうだし、グランドキャニオンってアメリカの世界遺産だよな。ってなると2番のグランクロスだ。お、正解は2番グランクロス。よっしゃ、E5 はやぶさトレーラーフォームグランクロス、いっか。次はこれ、 E6 小町とエルダトップリフター。このビークルは貨物を積み下ろしする車両なんだ。ここでまたまた新キャリアまた来たか、頑張るぞこのエルダトップリフターはある必殺技の武器になるんだけど、そのパーツはどこでしょう。指で指して教えてね。そのパーツか、どこだろう。わかった、ここの三角の部分がブーメランになる。どう、正解はブブー。正解はここの黒いパーツ。見てて、ビークル合体。おお、キャノン砲だ。そう、これがツイストロックバスターって言って遠距離射撃ができるようになるんだ。ちなみに三角の部分は腰についてるね。
パーツがどこにつくのか想像しながら合体するのも楽しいよね。遠距離は俺に任せろ、ツイストロックバスター。そして次はこれ、 E7 輝きとエルダードリル。エルダードリルはトンネルを掘る掘削機なんだよ。それじゃあ行くよ、ビークル合体。おお、両腕がドリルになってる。ここでまたまた死んだよクリーン。なんだよ、ごめんごめんこのドリルの武器はツイン、ドリルって言うんだけど、このの部分は何でしょう。なんだろう。1番ツインコサックドリル、2番ツイン掘削ドリル、3番ツイン掘削ドリル。さあどれ。なんだよ、こんなの簡単じゃん。1番のコサックってダンスだから違うよね。てか3番の掘削って臭そうじゃんはい、答えは2番の掘削ドリル。正解は2番の掘削ドリル。イエーイ、大正解。硬いところでもガシガシ進むぜ、ツイン掘削ドリル。おりゃー。シュンくん、実はこのビークル合体、他のエルダビークルとも合体することができるんだよ。え、例えば、この E5 はやぶさとエルダトップリフターを組み合わせると、うおー、E5 はやぶさの遠距離型、好きなシンカリオンとエルダービークルで組み合わせが自由なんだ。さらにさらに最強の合体があって、3体のシンカリオンを集めると三両合体シンカリオン SRG が完成するよ。超大きくなった、新幹線三両が一つになるって熱い合体じゃん。もはや無敵だ。アニメが超楽しみになってきたよ。シュン君、戻ってきて。おもにゅ。はい、今日紹介したシンカリオンチェンジザワールド、 E5 はやぶさトレーラーフォーム、 E6 小町トップリフターフォーム、 E7 輝きドリルフォームは全国のおもちゃ屋さんで1月27日土曜日から発売するよ。それぞれ単品も同時発売するよ。ぬぬん、やっと抜けた。ああ、それとシンカリオン開発部っていう動画もこのチャンネル内で始まったので、シンカリオン情報を先取りしてシンカリオンチェンジザワールドマスターになろう。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。次回も楽しいおもちゃで遊んでいくよ、お楽しみに。それじゃあまたねー。